ははい皆さんこんこにちはレック講師の赤松です、えー、今回は旧式の、えー、配点の変更を受けて赤松クラスの方に向けてこちらの動画を撮らせていただいております。えー、先日発表があったんですが、えー、旧式の配点が今までは不動産投機商業投機合わせて70点だったところが来年から倍の140点に変更されます。 これに基づいて、えー、皆さん何か影響があるかですが、えー、もうほぼないと思ってください。えー、配点が倍になるということだけどこれは全受験生にとって全く同じ条件です。はい、したがってそれにとって特にね、有利不利は出ないと思っておいてください。で、皆さんにまず守ってほしいことはこの試験はやはりあくまでも卓越が大事です。卓越をクリアしないことには述の採点が受けられないわけ。ね、したがって 今言え通り卓一重視の勉強ですねこれを貫くようにしてください記述の配点が倍になったからといって記述の勉強量を増やすね。まあ極論に言うと記述の勉強量を二倍にするね。そういった方向に走っては絶対ダメです卓一中心でやっていくこうとはい。ただ配点が倍になったということで今までであれば卓一で稼いで記述は基準点をちょっと上回ればそれで合格でした ちょっととここには影響が出ててくるかなと考えてます要は択一である程度稼いで記述の方ですがその基準点を上回った人についてもこう差が出てきます。なのでその差はどこで開くかというとミスです。基準点上回っている人でミスが少ない人はかなり上乗せができる。でもうミスが多い人は上乗せが非常に少なくなるということでここでやはり大きな差が開くんではないかと考えています。 よって皆さん心がけてほしいことはミスをなくすること。で、それは日頃の練習です。えー、今やってもらっているキュースベースアップ講座ね、それもまさしく本番のつもりで、えー、つまらないミスがないかどうか、それを毎回毎回ですね、えー、しっかりと、えー、自己分析していくようにしていってください。はい、それともう一つお願いしたいことが。 本試験の過去問集ですねこれは講義の中でも言ってますけどこれを早めにご購入いただいてぜひ早めににに本試験問題に当たるようにしてていいってください最初は非常に難しいですがこれれはは避けては通れない道です最初は時間もたっぷりかけても、えー、結構ですからなんとかね、えー、こなしていくこと、ね、で徐々に、えー、できるようになっていきますから難しいなっていうことで敬遠してるといつまでたってもできるようになりません。 はい、その2点ミスに注意することで極力早めに本試験の問題に当たっていくことでこれについては最初も時間、ね、すごくかかりますけど最低でも3回ぐらい回して、ね、そして本試験のレベルに慣れていくようにしましょう、はい、あとはま,あまたね講義の中でおいおいこの記述についてお話をしてまいります、えー、赤松クラスから、えー、今年3名一発合格者出ておりますけれども、えー、3名の記述の成績がこちら。 点点がが人人と40点が1人です上位からパーセントで見ると 16.3%18.9%3、はい、名とも非常に安定した点数を取ってくれてます。で、えー、とこれ要因の一つが今申しましたやはり各問、えー、過去の本試験の旧式問題ですこれをしっかりやってくれたところにあります。なので皆さんはそこはぜひね、えー、習ってさい。えー あとね、お、え、る、ー、ようにしてください。はい、で今の点数ね、今の四十一点四十点ね、この点数が取れれば、えー、配点が倍になってもね、これはかなりもうゆとりがある逆ね点数と言えます。皆さんもこのラインをね目指して頑張っていきましょう。 はい、ではあの今回の話以上となりますので、確、え、率、ー、中止の勉強ね、それはあの決して路線を間違わないように気をつけてね、今後とも、えー、勉強、えー、引き続き、えー、頑張っていきましょう。では今回は以上となります。お疲れ様でした。